るところに魔女がいました。名前はイレイナ。さまざまな国々を渡り歩いてきた彼女はそこで多くの人々と出会います。そして同じ数だけの旅の魔女が綴る別れの物語。ところで灰色の髪の可憐な乙女、あら、元気に動き出したこの美少女は一体誰でしょう。そう、私です。魔女の旅。